寛政年間、北川歌麿と歯を競う美人画の絵師に吉川栄斎という人がおりました。妻を病で亡くして3年ほどになりましょうか。今は今年18になる娘の志乃と2人暮らしでございました。元来佳作な画家でもありましたので、栄斎の絵が売り出されるという日は店の前に行列ができ、瞬く間に売れてしまうほどでございました。どうしたことでしょうか。望月も欠けるの例えと申しましょうか。あれほど売れに売れ、冴えに冴え渡っていた栄斎の筆から勢いが失せて、版元から売り出される美人画にもばったりと客足が途絶えてしまったのでございます。お父様、版元の泉谷さんと堀達さんがお見えになっております。困ったことだ。下絵の仕上がりは遅れる一方だし、せっかく売り出した絵も当たらん。ここらが見切り時かな。まあ、どうしてこう急に崩れてしまったのか、足にも見当がつきませんよ。最近の先生の下絵ときたら、掘っていてもまるっきり面白みがありませんからね。歌麿か栄斎かって言われたお方がな、どこで調子が狂われてしまったのかな。いや、待たせましたな。これはこれは、いかがでございますかな。まだ仕上がっていないのだ。さようでございますか。それでは他の先生にお願いして。他の、歌丸と名指して言ったのどうなんですか。いやいや、これどうもなるほど、歌丸の絵はうまい、親しみやすい。だがあれは職人のうまさだ。女の魂が宿っていない、形だけの美人画だ。わしはそう思っている。いやいや、それはもうごもっともでして、そこへ行くと栄斎先生の絵にはなんかこう女の命が息づいておりました。堀達さん、わしは画材になる女から、女の持っているものは魂ごと吸い取ってやったのだ。わしが一度描いた女はもう魂のない抜け殻同然さ。だからわしは同じ女を二度とは描かんのだ。先生、その魂のこもった美人画をどうして描いてくださらんのですか。さようでございますとも、今まで描かれてきた先生に描けのはずはございません。女がいないのだ。え？わしの魂を揺さぶってくれる女にどうしても巡り合えるのだ。その晩、栄斎は不思議な美しさを持った豊満な女から夕下の宴に招きを受けたのでございます。巳年生まれの若い娘を伴ってきてくれという女の言葉に、栄斎は居合わせた水茶屋の女おせんを連れて迎えのかごで出かけたのでございます。
秋風の立ち始めたちょうど新月の晩でございました。栄西が籠の中に入りますと、かぐわしい香りが漂い始め、まるで極楽の花園に遊ぶような気持ちになりました。栄西は心地よく眠ってしまったのでございます。眠っている二人を乗せて二丁の籠はどこをどう走ったのか。やがて、あの娘は一体どこ行ってしまったんだ。いたずらにしちゃこれはちょっと度が過ぎるぞ。はい、お待ちしてました。どうぞ。ブラッと出て行きました。こんな夜分に。弥助さんも知ってるでしょ、お父様この頃とっても苦しんで、きっといたたまれないと思うんです。俺たちのこと今話してはまずいかな。もう少し待って。私からお父様にきっと話しますから。篠さん、もし先生が許してくれなかったら、篠さん、俺と一緒に逃げてくれるかい。どんなことがあっても篠さんだけは離さない。俺のものだ。いいな篠さん。お待ちいたしておりました。早速ご挨拶をお願いいたします。はい、私は八軒堀に住まいいたします栄子、菊川栄西と申します。あ、そうだ、栄西先生どうぞ。はい、先ほどは失礼いたしました。一体これはどなた様のご宴席なんですか。え、それはまあ、ほう、ほう、あの方が主らしいな。お連れさんがいないようだがね、そうでしょう。ああ、あの方なら大宮さんといって神田で串かんざしを手広く商っていなさってな。まあ、女相手に一代で心象を築いた方です。ほう、女は相手に一代で心象。
では私はこれでごゆるりとお召し上がりください。年頃に頂戴つかまつる。さあいかがですか。はい。うん、これあんまい。どうぞ。まあお一つお楽しみください。かたじけない。汁の味も格別だが、お前さんもまた何という素晴らしさだ。わしにお前さんを書かせてくれないか。書きたい。わしはお前さんが書きたいんだ。それでどうなさいました先生。結局はどこの誰やらとも分からずじまい。気がついてみると一人で酔いつぶれて寝ておった始末。さようでございますか。いや奇妙な集まりでございましたな。察するにどこぞのお大臣の金に明かしての遊びであろうな。いや女も惚れ惚れとする美しさであったが、あの料理のまた絵も言われぬ良い味であった。いやそりゃあ羨ましい。今度はぜひお供をさせていただきたいもんですな。それよりもな、わしはあの女を描きたい。あの女ならきっと良いものができるような気がする。どのようにして探すんでございます。どこの誰とも分からぬ女を。わしの目に焼き付いておる。まぶたの裏にはっきりとな。え？そうですか。そんなら早速描いてくださいよ。そうだ思い出した。それに一人だけ素性の知れた人がいた。え？どなたですか。神田で串郊外の類を商う大宮とか言ったな。大宮。へい、よろしゅうございます。そっちの方は私に任せてください。先生は何やともあれ下絵の方をお願いいたします。どうじゃなしの。まあどちらの人ですか。うん、足が長い間探し求めていた女とでも言うかな。お父様、少しお話ししてもよろしいでしょうか。なんじゃ。お父様、弥助さんのことをどう思いになりますか。弥助。堀立のところで走り使いをしていた男か。お父様、お願いです。弥助さんと一緒にさせてください。何を言うか。志乃、お前は血迷ったのか。弥助さんのどこがいけないんでしょうか。何を言うか。許せ志乃。わしはお前を誰のところへもやらん。お前はわしの心の支えだ。わしの宝だ。誰がどれほどに金を積もうとお前だけは手放さぬ。わかるなしだ。どうなさいました。何でもありません。大宮が死んでおりました。転んだ拍子にかんざしが喉に刺さってあっけなく。信じられぬことだ。この名も知らぬ女を画材にした美人画で栄西は見事によみがえったのでございました。栄西の絵は前にも増した人気で飛ぶように売れていったのでございます。
そんなある晩のことでございました。志乃は栄西の留守に着のみ着のまま家を出たままふっつりと消息を絶ってしまったのでございます。再び新月の夜が巡ってまいりました。戻ったのか、志乃。志乃。栄西とおせんはこの間の晩と同じようにどこをどう通ったのか全く見当もつかないままに、あの玉虫色に輝く屋敷へと連れて行かれたのでございます。お連れの娘子は、いらぬ詮索はご無用じゃ。皆さん、長い間お世話になりました。ではごゆるりと。どうぞどうぞ。まあ、お一つ。かたじけない。栄西先生、気になすっちゃいけませんよ。右兵は身の報いを受けただけなんですから。身の報い、ご存じないんですか。花川戸の右兵といって立ちの悪い世間でして、まあもっとも立ちのいい世間ってのはいませんよ。あいつほど女の血を吸って太ったやつはまあいませんで、もっともこの足の品川で女郎のおかげでおまんま食わしてもらってますがね。栄西先生、どうなさいました。昨夜と言いましても牛蜜時でございましたが、店の大戸に何かずしんと当たる音がいたしまして、出てみますと先生が倒れていたんでございますよ。わしが、わしだけか。おせんの姿は見えなかった。おせんちゃんなら今しがた見舞いに見えて、ほら、この水菓子がそうでございますよ。泉屋さん、わしは偉いものを狂ってしまう。わしらは人の肉を食らう集まりに招かれておったんだ。お、何ですって。それも若い女のな。わしらは女の肉を食ろうと思った。先生、気を確かにお持ちなされ。いくら天下太平で遊びに飽き尽くしたといっても、人の肉を食らうようなそんな鬼畜生のような、はあ、思い巡らしただけでも身の毛がよだちましまい。わしとて同じ思いだ。みんな夢であってくれたらと。だがわしはこの口でその肉を食らった。その汁を吸った。この肉好きの良い娘だな。
こちら右平さんのお宅でございましょう。どなたかご不幸だ。ゆんべ右平が首をつっておっちんだんじゃ。お待たせいたしまして。相模屋さん、やっぱりあなただ。世間の右兵が死にました。右兵、何のお話でございましょう。私には右兵さんなんていう知り合いは。それよりあなた様は。私ですよ、菊川英才。昨夜も宴会でご一緒に。昨夜の宴会、何のことでございましょう。何をおっしゃる。共に酒を飲み肉を食らった仲ではありませんか。何のお戯れを。私には何のことかさっぱりわかりませんな。え、先生、墨摺が上がりましたのでお届けに。ここに置いてまいりますから。弥助。ええ、志野からはまだ何の訪れもないか。はい。どこへ消え失せてしまったのか。あっしも八方手を尽くして探しているんですが。ではごめんなすって。待て、弥助。待ってくれ。ここにしばらくいてほしいのだ。わしは行きたくない。この手を、この手をしっかり握っていてほしい。ご苦労いらっしゃいました。ご苦労様でございます。ご苦労様でございます。志野、お前どうしてここへ。お前はここへ来たらいかんのだ、いかんのだ。志野、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 開きです。どうぞお帰りを。志野は。皆さんとうにお帰りになりました。
日の死のが食われる死の父さんが食われる因果じゃ因果の話じゃ英才先生もう一遍だけ聞きますが夢を見てるんじゃないでしょうねここのお仙に聞いてくれ夢か誠かわしとずっと一緒におったあのお仙が教えてくれよお待たせしましたおせんちゃん、お前さん昨夜英才先生とずっとご一緒だったそうだね。いいえ。おせん、ほらわしと一緒にあの機械の屋敷へ参った。いいえ先生、何のお話です？何を言うか、わしらは二度三度と言ってあの肉を食らい汁を吸っておったではないか。昨夜はまたおしのが新しい客と現れよった。何のことやら私にはさっぱり先生あなたはやっぱり悪い夢を見てなさいそれとも何か懲り妖怪の類に取り憑かれているかどちらかですよいやお前さんには分からんわしはこの目で確かめこの舌で味わっておるのだ娘は死のはいつ他の娘と同じ目に遭わされるかも分からんいやひょっとするとこの次かもあの屋敷はこの江戸のどこかにあるに違いないあそこに集まった者のうちの誰かその屋敷の在りかを知っているに違いない先生そんな必ず突き止めて娘を生きたままで取り返さぬことにはああこうしてはおられん泉谷さんごめん先生どちらへ先生何をあんなに慌てていらっしゃるのでしょう分からんわしには何のことやらさっぱり分からん今や英才にとって玉虫屋敷へ行く手立てはただ一つしか残されていませんでしたそれは町の中からあの宴席に連なっていた人々を探し出すということだったのですそんなある日英才は芝居小屋の絵看板の中に待望のその人の影を見たのでしたあれは確か太夫お前さんにどうしても人にお会いしたいというお客もうすぐ木が生えるから跳ねてからにしておくれてないかええお客さんやっぱりあなただあなた様はどなたですか私ですよ新月の晩にはいつもお会いする浮世絵師の菊川英才ですさてそう言われても私には何のことやら太夫おとぼけにならないで教えてくださいあの屋敷はどこにござりますあの催し物の主はどこのどなたか言うてくださいますますもって私にはとんと見当のつかぬことばかりそうですかあくまでしらを切られるならもっとはっきりと言って信ぜよわしもあなたも人の肉を食らうという犬畜生にも劣る罪を犯しているのだ恐れながらとお上に訴え出て事の刻薄をつけてもらいましょうか人の肉を食らうとなそれはまた思い切った思考でございますなでも私にはとんと関わりのないこと太夫この通りお願い申す教えてくだされ実はあの御年生まれの女の仲間に私の娘が加わっているのです娘だけは親の口が腐っても食らいたくはない分かってくだされもう
分かってくだされ。我と我が口で鉄砲にかけて育てた実の娘を食らうような、そのような恐ろしいことがあってよいのでございましょうか。わかりました。跳ねてから私の知る限りを。それじゃここでお待ちを。太陽が大変です。え、舞台で倒れました。太陽、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 太陽。先生。英才先生。先生戻られなすったか。版元の旦那様。安藤弥助だったのか。ええ、一向にお頼みした色分けの死体が上がってまいりませんので様子を見に。これはあれっきりお戻りにならなかったと見えるな。あれっきりと申されますと。弥助、お前何にもまだ聞いてないのか。はい、新月の晩になると先生の様子がおかしくなるという話は伺っておりますが。それだ。実は先生が出かけていく奇妙な集まりにお嬢さんが姿を見せたという。篠乃さんが。そのあくびしちゃ。先生はその集まりのありかを突き止めると言ってわしと別れていったんだが。その集まりとは一体何をいたしているところでございますか。先生は人の肉を食らう集まりだと。それにしてもこれは何というあれようだ。弥助、あれは一体何だ。野良犬か何かでございましょう。
からないのかい。すみさん。ゆつき、これは英才先生にも言ったことだが、昭和な四つ足の類に取りつかれてるに違いない。恐ろしや恐ろしや、何の因果でこのようなことに。どうし、すずさん。おせ、今晩お当番でございますぞ。嫌だ、人の肉を食らうなるとこの世の末世だ、地獄だ、わしは嫌だ。その地獄の生き地をお前さんもすすっているのだ。地獄の楽しみを味わっているのだ。おっかさん。おせん。痛いよ。おせん。痛いよ。おせん、どうしたんだい。お世話になりました。皆さんどうぞごゆるりと。お嬢さんは一旦お家をお帰りになりましたが、またいずれかに。泉谷さん、もう何もかもおしまいだ。わしの力ではどうにもならぬ。そんな気の弱いことでどうなさいます。お嬢様は何としてもお助けしなくてはなりません。もう助ける望みは百に一つもないだろう。え、おせんは食われた。え、お水をどうぞ。わしはあの奇怪な屋敷には招かれぬ客となったのだ。それじゃもう、あの屋敷を探し当てる手立てを
全くなくしてしまった。それでも英才は何とかして娘の篠を救おうと、わずかのつてを頼りに屋敷の在りかを探し歩いたのでございます。しかしいたずらに日は過ぎてゆくばかりで、英才の最も恐れた新月の夜がやってまいりました。日暮れてとぼとぼと浅草土手を戻ってきた英才は、小塚っ原の方へ向かって走る二丁の籠を見つけたのでございます。その籠から放たれている異様な、そして眠気を催す容器は、英才にとって忘れようとしても忘れられないものでございました。英才は小躍りしました。ようやく篠の元への道が開けかけてきたのです。睡魔と戦いながら英才は必死に籠を追いました。しかし籠は突如英才の視界から消え去ってしまいました。英才は仕方なく歩き始めました。無事でいてくれ。待っておれよ。
栄西は狂うてしまわれたのでございます。狂うた目の底に焼き付いてしまったあの凄まじい世界は栄西から生涯離れることはなかったのでございましょう。屋敷の奥に閉じこもったままおどろおどろした絵を描き続ける栄西の姿こそまさに妖気迫るものがございました。文化7年9月、歌丸より遅れること4年にして栄西はひっそりとこの世を去っていったのでございます。享年65歳、まこと哀れでございました。